JR 関内駅南口駅舎。横浜 DNA ベイス,スターズのヘルメットを模したオブジェが特徴。JR 関内駅旧北口駅舎関内駅は、神奈川県横浜市中区にある、東日本旅客鉄道、横浜市交通局の駅である。JR 東日本の駅は港町1丁目に、横浜市営地下鉄の駅は、約100メートル北側の尾上町3丁目に所在する。 当駅を含む駅の北側は、神奈川県、横浜市の経済、行政の中心地である館内が、南側には戦後まで横浜市の商業の中心地であった伊勢崎町があり、東側には横浜スタジアムが、2020年6月まで JR 東日本の館内駅南口の北側には横浜市役所があった。JR 東日本の根岸線と、 横浜市営地下鉄のブルーラインが乗り入れており、各路線ごとに駅番号が付与されている。地下鉄1号線と3号線は当駅を境に直通運転を行っているが、事実上一体の路線として運行されており、相性も2路線を合わせてブルーラインと呼ぶ。JR 東日本の駅は特定特市内制度における横浜市内に属している。 両路線の駅は100メートルほど離れており、JR 東日本の駅は港町1丁目、横浜市営地下鉄の駅は小上町3丁目に所在する。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅舎は石川町方の高架下に南口、桜木町方の高架下に北口が設けられている。バリアフリー施設では、 駅用地と構造の関係上エレベーターは設置されて、おらず、エスカレーターが南口に設置されるのみであったが、後日の北口再整備によって、北口にもエレベーターとエスカレーターが設置された。ホームが大きくカーブしているため、車掌の見通しの効かない北港ホームについては、ホーム中ほどの駅務室に終日駅員が常駐し、列車発着時や、 通過時の列車監視及び発車する列車に対しての乗降終了合図を出す。このほか運転取扱業務や忘れ物の取扱いもここで、ひもすがら言っている。出札窓口は南口に緑の窓口がある。かつては北口にもあったが、現在は指定席券売機が設置されている。南口と北口両方に自動券売機、自動改札機、 自動生産機が設置されている。売店は、北口の改札外にレッツキヨスク館内2号店と、ベック、エスコーヒーショップ館内店があり、南口には、キヨウの販売スタンドと本乗ノリアが設置されている。直営駅であり、石川町駅を管理している。2013年2月に、自動放送のプログラム更新が行われた。更新前は、駅名連故事のアクセントが、 管内であったが、更新後は横浜市へ地下鉄と統一され、管内になった。2011年10月19日に横浜市は、管内駅北口の再整備計画案を発表しており、駅舎を南口方向に約35メートル移し、エレベーター2機を設置。空きスペースには広場が整備され、駅内に保育所も新設する。工事は国土交通省の鉄道駅。 総合改善事業としては、初適用となる、形成計画事業として行われ、事業主体は、JR 関内駅北口整備協議会となる。2014年度に着工、2017年4月23日に、改札口が切り替えとなった。2015年、前日の工事中に、現在は埋め立てられた、波大岡川の五岩の一部と思われる遺構が当駅の、 地下から発見された。この遺構は、幕末横浜の開港による発展の痕跡として、翌年、NHK のテレビ番組、ブラタモリで紹介された。乗り場発車メロディ横浜 DNA ベイスターズが、本拠地として使用している、横浜スタジアムの最寄り駅であることにちなみ、同球団の球団か、熱気星たちをアレンジしたものを発車メロディとして使用している。メロディは、 スイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。発動入となった2011年は6月2日から10月23日、翌2012年は4月2日から10月9日までのプロ野球シーズン限定での使用となっていたため、それ以外の期間は、従来の東洋メディアリンクス制作のメロディを使用していたが、2013年3月29日からは、 通年での仕様となっている。校内に設置されている大番タイルが市川カオルイン、あ、僕理科虫切船島式ホーム一面二線が二層構造となっている地下駅である。かつて2005年10月1日より副名称としてリスト本社前が設定されていた。また、視聴者移転前、ホームの電車到着時の放送では横浜視聴者前とも案内されていた。 駅長所在駅。館内管区駅として、桜木町、坂道橋間を管理している。かつて、3号線を当駅から山下町方向に路線を延伸する計画があったため、2層構造の方向別ホームとなっており、地下2階の湘南台方面が2番線、地下3階のあざみの方面が4番線となっている。あざみの方面ホームには4番線の反対側に、 柵の設けられた3番線の線路があり、夜間に留置線として使用されるほか、訓練時、イベント時に使用されることもある。一方、湘南大方面ホームに存在した1番線の線路は、後の改良工事により撤去されて、ホームの一部となり、欠板となっている。当駅の開業までに上、長屋車両基地の完成が間に合わなかったことから、開業当初は、 館内仮検査場が設置されていた。当駅の1.3番線にプラットフォームの一部を切り替えて設置され、全般検査は上、長屋駅の西側高架部分と一部が完成していた。上、長屋車両基地の16.17番線を使用した。1977年6月に上、長屋車両基地が完成したことから、研修設備は撤去された。 2017年8月上旬から2019年度まで内装、トイレ等の改良工事が行われた。当初の計画では横浜市営地下鉄館内駅は国道16号の下ではなく JR 館内駅に隣り合った新横浜通り下に作られる計画であった。しかし、緑の軸線構造として緑地の整備が進められていた大通り公園上に 首都高速神奈川3号刈場線を建設する案が浮上したことから、緑の軸線構想を守るために、首都高速道路のルートの調整を行い、中村川の上に建設することになった。その結果、大江橋付近が50立体交差になり、地下では高速道路、地下鉄も交差することになったため、地下鉄の線形を変更せざるを得なくなり、駅が小野江町停車場に移されることになった。 乗り場発車メロディ JR 東日本のホームと同様に2012年4月3日から横浜 DNA ベイスターズの球団下、熱気星たちをアレンジしたものを発車メロディとして使用している。音源は JR のホームで使用しているものと同じものを使用しているが中盤でフェードアウトする仕様になっている。1日あたり乗車人員の推移近年の1日平均乗降人員推移は 下記の通り。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである横浜都心に指定されている。整備されたバスターミナルはない。小野江町通り上の地下鉄館内駅、国道16号上の小野江町、新横浜通り上の関内駅北口が最寄りバス停となる。 このうち地下鉄管内駅バス停は元は小野江町バス停の1.2番乗り場だったが2020年6月1日に分離解消された。また国道16号上の羽衣町も利用可能。通称管内地区から取ったもの。管内の項を参照。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。